やがて来るそれぞれの交差点を。はい、どうも、小橋です。さあ、いよいよ、小橋の、大好きな、青木宣親選手のね、引退試合が、もう間もなくっていうところでね、もうなんですけどね。はい。ミンゴルをやっていきましょう。うん。そう。10月1日からね、まあ、この配信を見られている方の多くの方がね、まあ、運営会社さんがね、変わるっていうところ、九州合併かなんか起きた感じなんですかね。うん。リリース見ましたけど、そういう感じも含めてだってことで、まあ、これ、とりわけね、支障ないよっていうふうに言ったんですけどね。うん。Android じゃない、iPhone の方はね、ちょっと、機種変する方はちょっとご注意かなっていう感じなんですけどね。うん。はい。このタイミングで、まあ、鶴屋ゴルフさんとのね、コラボが始まったっていうことなんで、うん。本当に今まで通り問題なくっていうところなのかなとは思いますけどね。はい。小橋の目標は、鶴屋ゴルフさんの YouTube とコラボをすることですので、ツルッピーさんちょっとコラボしませんかってお返事をお待ちしておりますなんつってね、これ去年も言ったんですけどね、それを目標にやっておりますんでね、よかったらお返事くださいっていう感じで、はい。ラントナを行きましょうかね。うん。で、そんなツルヤゴルフさんとのね、コラボ杯っていうところ、前半っていうところでね。ポルトガルなんですけど、最初のホールと最後のホールがね、超デカでしたね。まあ、それ踏まえてでね、この前ゲットした、ブレイズで行きます。はい。一応ね、最初のホールとその最後のホールでホールインワンを取りましたっていうところですね。うん。まあ、ちょっと見ていきましょう。引っ張り専用なんでね、横打ちができないのがね、うん、っていう感じなんですけどね。おお、ん？違うか。あれ？違う？フレンドのはるかさんではなかったか、どうだろう。ちょっと一瞬しか見えなかった。さ、こちらですね。さ、このピンの位置ならね、結構届く人がいるかもしれないですね。うん。ただ、届かない方もいるんでね。奥のピンの方もいるんでね。まあそういうのも含めたら、超ランニングがある、無風超ランニングがある方はちょっとおすすめかもしんないんでね。まあその方法で、まあ小橋もちょっと行きますね。ちょっと弱めに打って。まあここね、スーパートップスピンしなくてもいいかもしれないですね。うわ、こんだけずれてるとどうだ？やばいね。やばいことが起きるぞ、これは。さよなら。まあここはね、ただ超ステーブル使ってると、まあ結構な確率で入るんでね。うん。せっかくならロングパットのレジン使うか。最近ね、
撮影中は調子悪い小橋ですからね。あ、やっぱはるかさんだった。よろしくお願いします。撮影中でございます。さてね、ブレイズだと、まあブレイズじゃなくてどうでしょうかね、430ヤードぐらい飛ばせる方、うん、ここら辺割と平らなのかなっていうふうに思って見てますけどね。うん、まあ小橋の場合ここで、よいしょ、ブレイズね、ピンチが強いんでね、まあ行きますよね。はい。まあここまで飛ばして、ここら辺もまあ比較的平らっちゃ平らなんですよね。どうでしょう。いけ、うわあ。縦の糸が合わなかったですね。そう、スピンチ強いな。何度も言うけど、ブレイズはね。なんだっけあれ、カスタムもね超スピン系なんですよね。いやいやいや、これもうちょっと逆にずれてた方がクルクルしたんですかね、このね。あら、はい、お、はるかさんと私の1位2位になってますね。さあ最終ホールですね。まあ距離が若干若干長めのショートっていうところなんでね。まあ、ステーブルを使うかどうか。まあ、長距離低反発ステーブル。まあ、低反発いらないのか。ああ、低反発なくてもいけんのかな。まあ、長距離ステーブルがあるといいので、まあ、そういう時のためにブレイズを残すっていうのもありなんだけど。まあ、超デカなので、ステーブルなくても最悪いけるかなっていう風に踏んでるんです。まあ、要はね、ブレを3倍するっていう形で見て、やっぱり時間がない。しっこ。まあ、このブレで多分ね、この、妙義さんが、ステーブルではないんでね、あれなんですけど、多分これで、どうでしょう。ね。行ってくれ、行ってくれ。頼む、行ってくれ。危ない、危ない、危ない、危ない。はい、お疲れ様でーす。あ、ありがとうございます。っていう感じですね。まぁ、あ、ちょっとブレが大きかったから最初のホールホールインワンできなかったんですけど、やっぱ無風超ランニング、無風ランニングがあった方が、うん、
ホールインワンの可能性が上がるから、あそこにステーブルがついてればなおさらですよね。うん。逆にステーブルついてない場合はあれか、超ランニングとかない方が吹っ飛ばないのか。まあそういうのも込み込みで、ブレイズはおすすめです。持ってねえよっていう方はすみません。はい。ですね。はい。そんなこんなで、あ、そうそうそう。この配信がかん、ね、世に放たれている頃は、ほぼほぼ、コバ大からの挑戦状9月編は終わっていると思いますがね、ランキング決定していると思いますが、10月編作りました。うん。10月1日になったらコードをね、いろいろ X9 に貼っときますがね。10月のコースはなんと、ドバイ小橋です。はい。ショートがなくなっておりますんでね。さあ、またギアとかいろいろね、スキルを選択すれば、どれも、どのコースもワンオン可能かなっていうところなんでね。ぜひともチャレンジしてみてください。はい。では前回のラントナのランキングですね。よいしょ。じゃん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 、フレンドさんの1位は22アンダーで、白さん。全体の10位、そして、そして、そして、P さん20位、おめでとうございます。続いて21アンダー、ワイハーウッズさん、イワヒョンさん、ウニくんさん、ダイオウさん、キヨさん、マッスーさん、ムックさん、ナバーロさん、コーバっぽいさん、クンクンさん、アキさん、ナツメさん、クロネコさん、クロネコさん、クロネコさん違うわな。マーさんですね、絶対。山崎智也さん、一輝さん、レモンさん、光一さん、ジョーカーさん、マユさん、TK、タカさん、シナモンさん、そして私でしたね。はい、そのまま行きます。DJ イオさん、エグゼさん、ナンナンジャーさん、麦酒造さん、ファミリアさん、チャーさん、KK さん、ポンコツ1番とホホアジさん、アーチンさんですね。20アンダー、花見さん、メイさん、タカさん、ピナコーンさん、サトシさん、19アンダー、ミサイルさん、イチゴさん、ミンゴルマンさん、桜井さん、クラガさん、コージさん、コクリュウさん、シシカバさん、ショコさん、ミーコさん、アンさんですね。ケダンさん、ビビさん、モグモグさん、ピッコロ大魔王さんから18アンダー、クロさん、東京ちょうちんさん、やべ、どなただろう。すいません。レフトさん、トキワさん、ウキョウさん、先ほどありがとうございました。はるかさん、コロゾウさん、端末限界よく落ちますさん、ノリコさん、ワチさん、Z1 さん、ニシアンさん、タラタ、ひなこさん、アニーさん、アップストーンさんから17アンダー、パムさん、ザキさん、1番さん、16アンダーで1番さんまで。3000いないっていうところでしたね。はい、じゃあこのコーナーいっちゃいますか。運試し10連ガチャはい、あんま回さないぞ、本当に10連にするぞね。あんまり今回しても無意味だからね。101回はどんなフェスなんでしょうね。ちょっとそちらも楽しみなんですけど、今はチョコインですからね。うわ、プラチナ4つ来ちゃったぜ。
さあどうでしょう。アゾロ。雪だるま。センス。そしてバスントのランドウォッシャー。はい、ストック、ストックでストップ。以上、小橋でした。バーイ。